皆さん、こんにちは。茨城オンラインスタリーの時間です。この時間は、小学校5年生の算数、分数の足し算、引き算、4時間目の内容です。教科書117ページを開きましょう。問題。3分の1リットルのジュースと、 1> 1 2分の1リットルのジュースがあります合わせて何リットルになりますか式を考えてみましょう合わせてとあるので式は3分の1たす2分の1ですねこれまで学習した分数の足し算との違いは何でしょうか 今日の目当ては、分母の違う分数の計算の仕方を考えようです。今日の課題は、分母の数の違う計算はどのようにすれば解くことができるだろうかです。では、一時停止して、 計算の仕方を考えてみましょう。カルロスさんの考え方を見てみましょう。カルロスさんは、1リットルを6等分にして図に表して考えました。そうすると、 三分の一は六分の一の二つ分、二分の一は六分の一の三つ分になるので、答えは足して六分の一の五つ分で六分の五になると考えました。 次に、葵さんの考え方を見てみましょう。葵さんは、分母を通分して、これまでの学習で知っている形に直して計算をしました。3と2の公倍数を考えたときに、一番小さいのは6なので、 分母を6に揃え、計算し六分の五と出しました。二人の考えを比較してみましょう。共通点は何でしょうか一時停止して考えてみましょう。 分数の計算は分母が違うと計算することができません。だからそれぞれ図を使ったり通分したりして分母を揃えていることがわかります。分母が揃えば6分の1のいくつ分として計算することができますね。 では、2分の1引く3分の1の計算はどうでしょうかこの計算も分母が違うので計算することができません。そこで、通分で分母を揃えることで計算をすることができます。 上の足し算と引き算を比べて分かることは何でしょう一時停止して考えてみましょう。通分すると元にする分数のいくつ分で考えることができるということがわかりましたね。 一時停止をして練習問題一を解きましょう答え合わせが終わったら教科書118ページを開きましょう 次に一時停止をして12分の 5+3 分の1の計算の仕方を考えましょう分母をそろえて計算をすると答えが 十二分の九になりましたね。答えは十二分の九のままで良いでしょうか十二分の九よりも約分をして四分の三にした方が分数の大きさがわかりやすいですね。分数の計算では 答えが約分できるときは、普通、約分をします。一時停止をして、練習問題、丸2を解きましょう。 一時停止をして、4分の3引く、2分の1足す、8分の5の計算の仕方を考えましょう。考えるべきポイントは、分母を揃えると、分母の最小公倍数は何かですね。 ゆうとさんははじめに4分の3と2分の1を計算し次にその答え丸1と8分の5の計算をしました4分の3と2分の1を通分して計算すると 四分の一になり、さらに四分の一と八分の五を通分して計算すると、八分の七となります。次に青いさんの考え方を見てみましょう。青いさんは四と 2と8の最小公倍数を考えることで、3つの分数をまとめて通分して計算しています。2人どちらの解き方も分母を揃えて計算しています。しかし、葵さんのように3つをまとめて通分すると計算しやすいことがわかりますね。 一時停止をして練習問題三を解きましょう <laughs> 今日のまとめです。分母が違う数の 足し算や引き算は分母を揃えて計算する。答えが約分できる場合には約分をする。分母を揃えるときは最小公倍数に揃えると良い。ということがわかりました。わからなかった問題や質問は担任の先生に聞きましょう。